もしもし。今発信中大丈夫？スピーカーにしたよ。どうしたの？あ明あ、まあ、ナイトと普通に仲直しちゃったかもね。うん。日使うって言ってなかった？あ、そうなの？あ、じゃあないんだ。ないないない。あ、了解了解。俺、2月のうん。26日に試合が決まった。誰と？豆山。あ、2月になったんだ。いや、豆山が逃げちゃったから、うん。違う人とやることになった。え、もう一回いい？豆山が逃げちゃったから、え、逃げたの？逃げちゃったってか、もうやらないって言ってるから、じゃ、どうしようもねえじゃん、あいつ。だから2月の26日にうん。違う人とやる。ああ、それ見に行く。あ、本当？見に行く。え、それは、どっか団体？団体、セコンドついてるじゃん。あ、いいよ。マジで？うもう飲みながらでいいからセコンドついてる。ん。うん。え、それは何？キック？あ、全然ボクシング、それは。あ、ボクシング。そう。はいはとりいはい。ありがとうございあまえず、す。2月、3月、4月って、う4回やんなくちゃいけないんだって、それん。うん。は。ボク4シングだ。月5日。で、今回はボクシングで、次はキックで、MMA やって、いろいろやるっていう感じで、うん。だって大関君、55キロ？あれ、上げんでしょ？なんか、配信で55キロとか。15キロぐらい差があるけど、うん。それはやっぱ自分の動きやすい感じでやろうかなと思ってるんだけど、どう思う？え、もう一回いい？自分の動きやすい体重うでやりたいんだよ。だから俺は67キロとか68キロでやりたい。ん。あ、それで、自分がやらしい言えば。俺がやっぱ一番やらしい。俺も体重があるんだけど、55キロが一番やらしいけど、そこで52とか48キロ落とすと。